炎黄茶は香港で一般的な飲み物で紅茶とコーヒーを混ぜ合わせたもの。関東語ではエンオーと略すことが多い。日本語ではコーヒー紅茶と呼ばれる場合もある。多くは砂糖と無糖練乳をたっぷり加えて飲むため、やんない茶とも呼ばれる。最初に誰が考案したのかは定かではないが、香港では数十年の歴史がある飲み物として定着している。 茶山町と呼ばれる香港の喫茶レストランでは定番のメニューの一つとなっており、ホットとアイスともに供されている。アイスにはクラッシュアイスをたっぷり入れることが多く、通常、ホットよりも日本コンドルほど高い。特に指定しない場合、ガムシロップと無糖練乳もたっぷり入って出てくる。日本でダイエット効果のある緑茶コーヒーが話題になったことがあるが、 この緑茶とコーヒーの液混合に変えて、紅茶とコーヒーにした場合でもコーヒーのクロロゲン酸と紅茶からある程度のテアニンが取れるため、ミルク類、砂糖抜きで継続的に飲むことで、代謝促進やコレステロールの吸収抑制の効果が期待できると考えられる。大きく分けて、次の3つがあり、どれが良いとは一概に言えない。液体混合法。 コーヒーと紅茶を別々に入れてから混ぜる方法原料混合法。レギュラーコーヒーの粉と紅茶の茶葉を混ぜておいてから湯を加える方法二段法。先に紅茶を入れてからコーヒーの粉に紅茶液を加える方法一はコーヒーと紅茶をメニューに乗せて別々に作り置きしている店の場合、最も簡単に客に出せる方法である。二は都度入れる場合に 手間が増えない方法である。3は、最も手間のかかる方法。先にコーヒーを入れることも可能ではあるが、紅茶の方が高温での抽出に適しているので、紅茶を先にする方が良いと考えられる。紅茶、コーヒーの種類、入れ方、量の組み合わせによって、味は様々に変化するので、好みの味となる方法、配合を自分で見出すのも一つの楽しみとなる。 紅茶7に対して、コーヒーが3が基本という言い方もされるが、逆の比率がいいとする言い方もある。香港の紅茶には、プーアル茶を少量ブレンドしている、喫茶店が多いので、実際には、中国茶、紅茶、コーヒーの3種混合である場合もある。おしそうは、無糖練乳の代わりに、加糖練乳を用いたもの。この、そうは、省くという意味で、砂糖を省くことを言う。 香港の食料品店などでは粉末化したコーヒー及び紅茶に砂糖、粉乳を加え一杯分ずつを小包装した粉末飲料が複数のメーカーから発売されている。インスタント食品の一種で湯を加えて飲む。缶入り、ペットボトル入りなど工場で作られた液体飲料は現在見られないが日本のコンビニエンスストアで 紙パック入りのものが一時販売された。おしどりがいつも有質街で泳ぐ姿から、中国では男女同時に使うものや二つが一つになったものに、円王の名を冠していることがある。また、靴下など本来同じもので揃っているはずが、組違い、色違いなどになってしまった場合に言うこともある。なお、円王茶には男女二人で飲む茶という意味もあり、1925年に、 ミュージカル、ノー、ノー、ナネッテのために作られ、世界的にヒットしたジャズのスタンダード、T42 には、エンオー王茶という中国語のタイトルが付けられた。超津と無犬、芸列懐編、港式、広史州話辞典 P174、万里書店、1999年、香港、i s b n 9 6 2 1 1 4 5 7 1 ABT ただし応変、香港越後支店、P251、チャンス教育出版社、1997年、七年、南京、ISBN7534329426、応用当たるせい、香港味道に札ツイート、別的な茶 P 九 P99、万里気候、飲食店地出版社、香港、 ISBN 978-9621435-125細分子順編、ひとき茶ャ三美食製、P8、中国宝石出版社、北京 ISBN、ISBN 978-7-506468886、工藤隆文、元手 V 社が教える、美味しく飲んでみるみる痩せる緑茶コーヒーダイエット、2018年、日本実業出版社、 一日三回食前に飲むだけ。痩せ物資が、相乗効果を発揮する。緑茶コーヒーダイエット、総会2018年12月号ピアニッシも162から163。高際道白て助編。広州方言視点 P358。チャンス教育出版社。1998年。南京南京。ISBN7 から534334349。 ありがとうございます。